こんにちは、カノアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もありがとうございます。今日はですね、冬至までに大切なことっていうことで続きになりますけれども、2回、動画を上げてますので、そちらの方もまたご覧いただけると嬉しいです。今日は、並木さんがお話しされていたことで、大切なことっていうお話をシェアしていきたいと思います。過去に私も動画を作りましたけれども、並木さんが、何度も言っておられるのは、手放していく、解放していくっていうことが、さらに重要なんですけれども、手放すというのは、並木さんが何度もおっしゃられているように、手放すというのは切り離しているのではなくて、受け入れることに対する拒否感を手放すことで受け入れるっていうことをやっているっていう、常々言っておられるんですね。悟りっていうのは、すべてを受け入れるということになります。本当の統合を起こし続けていくと、確実に目が覚めます。地球の周波数をあぶり出すために、ワクワクに向かって行動します。で、これから誰かの前で話すのも行動するのも、成功させるためではなくて、うまくいかせるためでもなくて、結果を出すためでもなくて、目覚めるための行動にしてくださいっていうふうに言っていて、結果に執着せずに、とにかく行動していくとあぶり出されて、それを統合していく。そうするとハイヤーセルフとの差が取れてきて、悟りになります。波動を上げていくと、トラブルも楽しめるようになるんです、なるそうです。高い波動だから視点が違うので、全く違う体験になります。で、そして、ネガティブと触れ合わなくなって、影響を受けなくなっていきます。今まで脅威と思っていたものがそうでなくなって、波動を上げると、その意識で現実を作りますので、あなたの周りの世界はちゃんとうまくいくっていうことが起きてきます。世の中の流れがこんな状態だからというのが、あなたには適用されなくなります。自分の意識で現実を作っているというのは、どこに行こうと、誰に会おうと、何をしようと、変わらない心理なんですね。結局何が起きていたって、あなたが自分の現実を作っていますから、あなたが何かから自分に影響されるという現実を作らない限り影響を受けない。だから世の中がどうなっていくかという心配をするのがナンセンスっていうふうに言っておられました。本当にそう思いますので、世の中の流れを心配するよりも、やっぱり自分の波動、自分の内側に意識を向けて、波動を上げていくことが、全てなんだなっていうふうに私も思います。そして、私たちの本質である宇宙意識の方が、どれだけリアルになっていますかって並木さんは言っておられて、宇宙意識の方が並木さんはすごくリアルだそうなんですね。それは現実に焦点を当ててないからって言っておられて、映し出している映像に、強くフォーカスしていると、宇宙意識は臨場感をなくすに決まっています。現実はデコボコした臨場感たっぷりの 3D になってしまいます。現実にフォーカスしないで宇宙意識に意識を向けていれば、意識は焦点を当てたものを拡大する作用がありますので、そちらがパワフルになってくる。なので現実にフォーカスしているから、現実がものすごく色濃い。自分の宇宙意識に意識を向けることで、そっちが拡大されて臨場感を持つのは当たり前なんですね。で、よく並木さんはマスターたちをどうして感じることができるんですかって聞かれるけれども、それは宇宙意識の方にチャンネルを合わせているから。なのでみんなマスターと交流したいと言って現実ばかり気にしている。だからわからないだけですよっていうふうに言っておられました。あなたに能力がないからじゃない。あなたの焦点が現実に合っているから。ただそれだけっていうふうに言っておられました。本当に目を覚ましていくというのは、私たちが見ている現実に意識を向けるのではなくて、本当の現実
宇宙意識ですね。私たちの本当の事実、現実は宇宙意識の方なんですね。なのでそちらが本物だっていうふうに言われていて、眠っているっていうのは宇宙意識、本当の現実、宇宙意識から意識をそらしていることになるんですね。イリュージョンの方を見ているってことになる。なのでそういったスピリチュアルは現実逃避というふうに言われるけれども、本当のスピリチュアルっていうのは宇宙意識である本質をしっかり見ます。本質に意識を向けます。本質に意識を向けるから、この現実がどういうことかっていうのが明確にわかります。その目に見える3次元のイリュージョンにフォーカスして、これが現実と、そこに向き合うことをやっていたら、いつまでたっても本質は分かるわけがないですというふうに言われていて、宇宙意識の本質から目を背けているからいつまでも分からないんですよというふうに言ってました。今まで私たちは何を言ってるの、そんな現実を見なさいとか、現実から逃げてはダメ、逃避してはダメっていうふうに言われたりしてましたよね。それは目覚めないようにみんなで決めたルールだったそうです。宇宙とか自分の本当の意識というふうに、そういうふうにすると現実を否してると言って、止めたんですね。本当は宇宙の本質、宇宙意識が真実なのに、目に見える世界っていうのは 5% で、 95% は目に見えない世界って言われてますよね。目に見えない世界ではなく、目に見える世界だけにめちゃめちゃ色濃くフォーカスしているから、目に見えない世界がわからないとか、そんなのあるわけないっていうふうになってしまうんですね。たったの 5% に意識を向けていて、 95% も見えない世界が広がっているのに、どれだけ自分が現実から目を背けているのかわかりますかっていうふうに言っておられました。周りからいろいろ言われたり、統合してたらなんか別れるとか、そういった邪魔が入るっていうことがいっぱいあるそうなんですけれども、そこは覚悟が求められているっていうふうに言っておられました。本当に真実に向かって進もうとすると、横槍が入ってくるのは試されているんだっていうふうに言っておられたので、ステージが変わる前に非難されたりして、みんなそこで止まってしまうけれども、自分に一致するというのはどこまでも自分に一致していく覚悟を決めることでもあるということで、その時に何か批判された、ジャッジされたからといってずれてしまったら、結局はまた眠ってしまうことになるので、そこを抜けていくっていうことがすごく大事ですよっていうふうに言われていました。以上でお話は終わります。最後になりますが、私は今オラクルカードリーディングをさせていただいています。セッションのお時間は1時間、価格は5000円で、 Zoom のオンラインでさせていただいてます。私のカードセッションは質問をいただいて、それを、エンジェルからのメッセージとしてチャネリングしてお伝えさせていただいてます。冬至に向けて今大切な時期ですので、何か悩んでいることやわからないことや、どうしていいかわからないことであるですとか、エンジェルからのメッセージを聞いてみたい方、そして私とお話ししてみたい方、どんなことでも、大丈夫ですので、お気軽にお申し込みいただけると嬉しいです。お申し込みフォームは概要欄に貼ってますので、ピンと来られた方は、ぜひお申し込みしてください。いつも、聞いていただき、応援していただき、本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。